エンタメは生きるモチベーション、エンタメウォッチャーの今奈美です。今日もご覧いただきありがとうございます。フジテレビ水曜夜10時放送、竜星涼さん主演スタンドアップスタート4話の感想です。今回は吉野北斗さん演じるトラ君回でした。トラ君に泣かされましたよ。ラストには私が喜ぶ萌え場面も。いい役者さん揃いのこのドラマ、あまり話題にはなっていませんが、私的には今後も推していきたいと思っています。見ていない方はぜひ FODTVer でここからでも見ていただきたいです。それでは今日もスタンドアップスタートが堪能できたことに感謝しつつ、今回4話は吉野北斗さん演じる小野田ドラゴン、トラ君の主役回。トラ君の発音ってトラ君じゃなくて風天のトラさんと同じトラさんの発音なんですよね。毎回なんかちょっと引っかかるとこなんですけれども、まあ、今回は、彼の演技がすごく良かったし、もうほんとなんならね、トラ君で泣かされた回でしたね。やっぱり人一人でも雇っていたら社長って同じような苦悩があるんでしょうね。みんなの前ではテンション高めで、もうまさにランページの吉野さんそのままみたいな風にねしてますけれども、一人になると俺マジで経営とか向いてないわってね悩んでいる。ゲーム制作会社っていうことで、まあ大手ならともかく小さいとこって実質はこういう社員のやりがいとかに頼っていて、成立しているっていうのもありますよね。まあ単純に人手とか作業時間とかをものすごく要する仕事だし、まあだから実態は大手企業の視点から見るとブラックなんだけど、まあ働いてる人たちがブラックじゃないといえば、まあそうなわけで、まあアニメ制作会社とかも同じ感じですよね。まあだから社員の待遇改善はしたいけど、経営を考えるとできないっていうね、まあ板挟みなんでしょうね。優しいトラ君、全面的に応援してくれるかと思ったら大反対と太陽に言われるトラ君。今回は今までの回のどんな状況だろうが決して反対しない、けなさない前向きスタンスの太陽が珍しく辛辣なことを言うんだけれども、あくまでも人の良さはにじみ出しつつ顔はスマイルで、でも突き放すっていうのが、この感じやっぱり竜星涼にしか出さない味だと思うんですよね。まあ本当にねいいと思うんですけどね。今のお前だとろくな M&A にならないと思う。M&A するもよし、しないもよし、ただし条件、俺には頼らないことっていう風にね言ってるんですけれども、まあそこでねトラ君はちょっと怒った感じで、はあ、太陽さんいなくても決めれるしってね言ってますけどね。まあこの大好きだからこそ突き放す感じがね、獅子の子落としっていうんですかね、まあ子供の虎を、崖から落とす的な、もうまさにね兄みたいな父みたいなっていうね、まあねこういうのがね本当の愛なんですよね。まあそんな時に、この野本役、竹財輝之助さん演じる優作と知り合うわけなんですよね。まあ優作でいいよとかね言ってますけど、ものすごいあざとい役なんですよね、この優作さん。わざと転んだりしてね、まあ早い話詐欺師的な感じなんですけど、まあこういうふうにね人に騙されるのも経験っていうところまで太陽は織り込み済みだったんでしょうかね。しかしこの竹財輝之助さんもすごいイケメンですよね。もう40過ぎてるっていうことなんですけど、仮面ライダー出身ということでね、まあ戦隊もののイケメン率っていうのがすごいですよね。イケメンだなと思ったら、まあ大抵ジャニーズか LDH か戦隊ものの出身しかいないんじゃないかっていうくらいね、まあモデルさんとかもいるんでしょうけど、この方ディーン・フジオカミもねあるので、今後もどんどん出てくるかもしれないですよね。注目です。このちょっと垂れ目ないい人っぽい雰囲気にね騙されちゃうわけなんですよね。で今回も面白い秘書 M のお仕置きタイム、もうね今回に至っては何によるお仕置きなのかが分かりませんが、今回は熱地獄っていうことでね、このお尻を押さえる、こういうとこがね竜星涼さんのね本領発揮する感じなんですけど、でここで太陽の本心、虎自身が結論出さないと、そんな虎を俺が見てみたいんだっていうね、やっぱり獅子の子落としですよね。そして、6年前出会いの場面が出てくるんですよね、ここから太陽は虎君に惚れ込んだんだなっていうシーン。
あいつがゲームのことを作り手の視点に立って的確に熱く語ってるのを見て確信したんだよね。間違いなくスタートアップできるってっていう風にね。まあビジネスだから動機は綺麗事じゃなく儲けようっていうのが第一ってのが、まあほとんどっていうのが普通だと思うんですけどね。やっぱり本当に成功してる創業者とかってこういう確固たる信念みたいなものがありますよね。まあそういうのを見出す天才なんですよね。太陽くんはさすが人間投資家、本物を見る目がすごいんですよね。しかしこの優作さんは詐欺師の才能がすごいんですよね。詐欺師ってまあどれだけ洗脳できるかですもんね。こんなに深い絆のある太陽との関係にガンガンひびを入れてくるんですよね。太陽は、最後は自分の利益しか考えてないっていうね、その言葉をトラ君に引っかからせるような言い方で言うわけなんですよね。そして大手ゲーム会社バンパーから声がかかったと。君の成果だよ、君の努力の成果だよ、もっと自信持たないと、君の会社なんだからっていうふうにね言われて、まあこういうのはね、まあ逆に太陽には言われたことがね、まあほぼないでしょうから、自己承認欲求が一気に満たされるトラ君。逆に考えれば自己承認欲求を満たしてあげれば人って簡単に洗脳できるんだなっていうのがね、この優作を見てて思いますよね。そして、過去のトラ君はユーザーを課金中毒に、そんなクソゲー作るわけねえじゃねえか、俺が作りたいのは儲けるためのゲームなんかじゃない、ユーザーが心から楽しんでくれるゲームなんだよっていう風にね、まあ、このトラ君のマインドを知っているからこそ太陽君はトラ君を尊重して大事に思って今回は試したというか、まあ、泳がせたんですよね。まあ、しかしね、前回のパチンコといい、いやなんならもうこの世に存在する娯楽や嗜好品のほとんどはこういう中毒というか、まあね、牛丼屋さんの生娘じゃないけれども、まあ、そういう経営者とか会社ばかりですよね、現実は。まあ建前はあっても結局利益を出さないといけないから、この世は搾取する側とされる側、弱い人ほど搾取されるっていうね、まあこういうのを若い子が知るっていうのはすごく大事なことだから、この漫画おそらくターゲットは10代20代の男子だと思うんですけど、読むべき漫画ですよね。だって誰もこの本当のこと教えてくれないですもんね、学校も親もテレビも。まあテレビなんかはむしろね、そういう搾取する会社がスポンサーなわけですからね。まあ本当搾取されるのはいつだって無知で貧しくて弱い人間っていうことでね、まあそれをね知った上でゲームをやるっていうのがね、本当にあるべき姿というかいいと思うんですよね。そしてこの出てきただけで悪いやつな板尾一二さん、もうこの顔で気づいてよトラ君っていうね。いやしかしこの普通のスーツ姿のトラ君も新鮮でかっこいいですよね。そしてトラ君の会社の時価総額を1億というバンパー社長と3億という太陽、これなんか誰もが知る人気ゲームを生み出したって時点でそんなレートじゃないと思っちゃったんですけどね、1億とか2億とかね。まあ実際の話で言うと、あの角川が54億で買収したフロムソフトウェアというソフト開発会社が昨年段階で評価額が1200億になってるっていうニュースがありましたからね。54億が1200億ってね、やっぱり大手のパブリッシャーにとっては金の卵なんでしょうね。ヒット作を生み出す感性を持った会社って、まあおじさんだらけの大手にはなかなかできないことですもんね。大手からのオファーで舞い上がっててっきり褒めてもらえると思ったトラ君だけど、太陽からきつい言葉を浴びせられる。そうするとあんたは結局ただの投資家なんだよっていう風にね、ゆうすけの言葉をそのまま吐き出すトラ君に、会社を手放したらもう何もできなくなる、もう一度よく考えてみろっていう風にね、ほんとこのドラマ始まって初めておちゃらけてひょうひょうと常にハッピーオーラをまき散らすだけの太陽君が厳しい表情をするんですよね。ここのね、竜星涼さんがほんと良かったですよね。本格的にシリアスなものも見てみたいなっていうね。そして会社に戻ると社員がバンパーの話をしてるんですよね。
バンパーのやり方ここ最近かなりやばいっすよとかね、バンパーのやり方はユーザーを課金中毒にするっていうことで、まあここでね初めてバンパーのやばさを知るトラ君なんですけど、ちょっとリサーチ不足すぎますよねここはね。そして慌ててバンパーに行くと、もう契約は済んだんだからとね、ここで本性を表す優作、ほらもう太陽君の言った通りじゃんっていうね、簡単に騙されてしまったトラ君は叫びます。そして太陽の元に、何が正しいのか自分でも分かんないんだよっていうトラ君に突き放す太陽、でもどうしてもダメなんだ、俺にはこのゲームが作りたいっていうのだけははっきり分かるって言ってね、俺にとっての言葉はゲームだけだから、儲けのためにユーザーを苦しめるゲームなんて間違ってるってね、やっと本来の信念を再確認するトラ君。だって俺はゲームで人を心から楽しませたかったという言葉が出ると、ああやっと言ってくれたって言ってね、いつもの太陽スマイルに戻る太陽、これを引き出すためだったんだっていうね。いやね、このねやり取りはねすごい泣けたんですけどね、なんか本当私このドラマね毎回泣けるんですけどってね、何なんでしょうね。でなぜか従業員たちも登場、給料とか労働環境とか、まあそれは良くなったらいいですけど好きなことできてますからってね。そしてこの畳みかけられるようなシチュエーションに、俺は絶対にバンパーに会社を渡さないとね、この言葉を待ってたんですよね。太陽は全力で協力するよというふうにね言って、トラ君が謝ると、はいオッケーって言ってね、まあこの雨もねやらせだったんだっていうね、もう本当トラ君への愛ですよね。そこから作戦会議に入ろうということでね、反撃開始っていうことで、ここで4話はやっとスタンドアップスタートらしくなってきました。そしてハガさんも参加、銀行を辞めて M&A アドバイザーになっているっていうことでね、まあ元手が必要ないから太陽君に出資してもらったとかはないんでしょうけどね、すでに太陽チームに入っているのが心強いですよね。いやでも本当山下美月さんってインテリメガネが似合いますよね。このドラマで相当美月さんが好きになりました。そして美月を連れて3人でバンパーに行くわけなんですけれども、ここでまず美月が正攻法で話をするわけなんですよね。訴訟になった場合会社のイメージはどうなるでしょうということでね、再度契約の解除をご検討くださいっていうふうに言うんですけど、まあそうするとね、バンパーの社長は、客の興味はゲームだけ、株主の興味は業績だけと、いやなるほどなっていうね、まあ訴訟なんか起こされても全然答えないよということでね、また反撃されてしまうわけなんですけど、いやそうなんですよね。だからこそ企業は利益だけを追求するわけで、まあそれは仕方ないことですよね。そして、羽賀さんの提案した成功法がダメだったので、キャンペーンで企業価値を下げようとする作戦に出るチーム太陽。でもこれすでに契約上バンパーに経営権が渡ってるとしたら、このキャンペーン自体やる権限ないんじゃないのって思ったんですけどね、ここはどうなんでしょうかね。そして最後には信念をぶつけるトラ君だけど、まあこのバンパーの社長さんも建前的には同じこと言ってますよねきっと。そして最終的にハイパースティックは小学生向けのオンライン塾ニュージェネ学院に1億5000万で買収されるということになるわけですよね。まあこれ考えたのは太陽だけれども、実際 M&A を成功に導いたのは羽賀さんということで、羽賀さんすごいですよね。そして M&A が成功したことで賭けをしていた優作が太陽から罰ゲームを受けるということで、ソープ経営者の鴨志田が登場。相変わらずうさんくささがすごいですよね、呼び込みでもさせられるんでしょうかね。一方三つ星では、執行役員の地位に任命される加賀谷、それは、山口を、退任に追い込むための役割だったんですよね。最悪ですよね三つ星。そしてそれに嫌気をさした加賀谷も辞表を出すということで、来週はリベンジマッチが始まる模様ですね。山谷コンビと塚地のチーム太陽入りで一気に日曜劇場感が増しそうですよね。そして一から勉強してまたヒットゲームを作りますというトラ君で、4話のクライマックスが来ました。もしかしたら俺はお前の兄貴になってみたかったのかも、兄貴って呼んでもいいっすか、からのイチャイチャ。
いやね、この場面だけでも十分4話見る価値ありますよね。スタートアップスタート、いやこれ本当最後にして最高な場面が来ちゃいました。ということで、スタンドアップスタート4話の感想でした。ご覧になった皆さんの感想もお聞かせください。また今期は他のドラマの感想動画も出していますので、興味ある方は概要欄からご覧ください。引き続き見てみたいと思ってくださった方はぜひチャンネル登録もお願いします。そしてシニアチャンネルの方では健康やお金、暮らし方など少しでも老後不安をなくす情報も発信していますので、50歳以上の方遊びに来てくださいね。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。以上、今何でした。